皆さんこんにちは。クライストコミュニティ牧師の大橋健一です。私たちの住む日本にはとても美しい文化がたくさんあります。今世界中の人々が日本の文化に注目しています。海外旅行で行きたいところといえば日本と答えられるぐらいです。今日は10月5日、聖書箇所はエゼキエル書16章15節から34節。タイトルは世の文化や快楽を追い求めていませんか。日本文化の誇りと私たちのキリスト信仰とは相入れないものなのでしょうか。イスラエルが陥った罪の歴史から今日も学んでまいりましょう。エゼキエル書16章15節から34節。ところがあなたは自分の美しさにより頼み、自分の名声を利用して姦淫を行い、通りかかる人があれば誰にでも身を任せて姦淫をした。あなたはまた自分の衣服のいくらかを取り出して、自分のためにまだらに彩った高きところを作り、その上で姦淫を行った。こんなことはあったことがなく、あってはならないことだ。あなたは私が与えた金や銀の美しい品々を取って、自分のために男の像を作り、それと姦淫を行った。あなたはまた、綾織の着物を取って、それを覆い、私の油と私の香とをその前に捧げた。あなたは、私が与えた私のパンや、あなたに食べさせた上等の小麦粉や、油や蜜までも、その前に捧げて、なだめの香りとした。そうしたのだ。神である主の御告げ。あなたはまた私のために産んだ自分の息子や娘たちを取り、その像に生贄として捧げて食べさせた。あなたの姦淫は些細なことだろうか。あなたは私の子供たちを殺し、これを焼いて捧げ物とした。あなたはあらゆる忌み嫌うべきことや姦淫をしているとき、かつて自分が丸裸のまま血の中でもがいていた若かったときのことを思い出さなかった。あなたはこのすべての悪行の後、ああ、災いがあなたに来る。神である主の御告げ。あなたは自分のために小高い家を建て、どこの広場にも高台を作り、どこの辻にも高台を築き、通りかかるすべての人に身を任せ、姦淫を重ねて自分の美しさを忌み嫌うべきものとした。あなたは良い体をした隣のエジプト人と貫通し、ますます姦淫を重ねて私の怒りを引き起こした。見よ、私はあなたに手を伸ばしてあなたの食料を減らした。そしてあなたを憎む者、あなたのみだらな行いによって恥ずかしめを受けたペリシテ人の娘たちの思いのままにあなたを任せた。あなたはそれでもまだ飽き足らず、アッシリア人と貫通した。彼らと貫通してもまだあなたは飽き足らず、商業の地カルデヤとますます姦淫を重ねたが、それでもあなたは飽き足らなかった。なんとあなたの心はあえいでいることよ。神である主の御告げ。厚かましい遊女のするようなこれらのことをことごとく行って、あなたは
どこの辻にも自分の小高い家を建て、どこの広場にも高台を作った。しかしあなたは報酬をあざけったので、遊女のようではなかった。姦婦は自分の夫の代わりに他の男と通じるものだ。遊女にはすべて代価が支払われるのに、あなたは自分の方から持参金をすべての愛人たちに与え、彼らに贈り物をして、四方からあなたのところに来させて会員をした。だからあなたの会員は他の女の場合と反対だ。誰もあなたを求めて会員をする者はいなかった。あなたが報酬を支払い、誰もあなたに報酬を支払わなかった。だからあなたは反対のことをしたのだ。この夏、私は夏休みをいただきまして、熊本城まで行ってきました。日本各地に建てられているお城は、まさに日本の文化です。世界中類を見ない建築物でしょう。もちろん他の国々の建築物もそれぞれに世界に類を見ない建築物だということができると思います。息子たちや甥っ子がお城が大好きで、日本の歴史が大好きなので一緒に出かけました。お城の造り、構造、石垣の積み方、それぞれお城に特徴があるそうです。私にはちんぷんかんぷんですけれども、そしてたくさんの外国人が来ていました。私の住んでいるところは兵庫県ですので、もちろん黒田官兵衛で一層有名になった姫路城があります。息子たちに語らせたら興奮して語るでしょう。文化の中には偶像礼拝を象徴してしまうものもあります。外国人が日本で一番行きたいところはどこですかと尋ねると、やはり京都です。そして京都といえばお寺の町です。美しいお寺、美しい庭、本当にたくさんあります。外国人はお寺を訪ねて座禅を組む体験などもしたりします。それでも外国人はこれらを信仰の対象として見ることは少ないでしょう。しかし日本人キリスト者である私たちにとってはとても難しい課題であります。海外からのクリスチャンのお客様を迎えれば、やはり京都に連れて行かざるを得ないこともあるでしょう。いちいちこれは偶像礼拝ですと解説を加えながら、それでも日本文化の美しさを伝えなければならない、複雑な心境です。イスラエルの民たちは分裂王朝以降、すっかり偶像礼拝に走っていってしまいました。エジプトに近づけばエジプトの神々、ペリシテに近づけばペリシテの神々、アッシリアに近づけばアッシリアの神々、カルデアに近づけばカルデアの神々、本当に目移りするようなそれぞれの国々の神々です。それはその国々にとっては一つの文化を形成してもいます。イスラエルはこのような目に移るきらびやかな神々の存在に心が奪われていくのです。創造主なる神様はそういう意味では本当にとても地味な存在かもしれません。神々のように飾り立て祀られることを願ってはおられませんから。オリンピックの招致合戦の時にはおもてなしが流行語となりました。これもまた日本文化です。もちろん他の国々でも来客をもてなしてくださいますけれども、日本のおもてなしは
それは大切な文化です。他にもいろいろあるでしょう。最近ではグループ系のアイドルやアニメなども日本文化として紹介されます。着物も相撲も三味線もお琴も数えたらきりがありません。これらのものを大切にする心は日本人としてもとても大切にしておきたい心です。しかしそれと信仰とは必ずしも相入れるものではないこともしばしばあります。イスラエルの過ちは周辺諸国の文化を尊重するということ以上のものとなってしまいました。33節34節、遊女にはすべて代価が支払われるのに、あなたは自分の方から持参金をすべての愛人たちに与え、彼らに贈り物をして四方からあなたのところに来させて勧誘をした。だからあなたの勧誘は他の女の場合と反対だ。誰もあなたを求めて勧誘をする者はいなかった。あなたが報酬を払い、誰もあなたに報酬を支払わなかった。だからあなたは反対のことをしたのだ。文化を楽しみ娯楽を楽しむことが信仰とは相入れないことなのではありません。ましてや楽しんではいけないという禁じられたことでもありません。問題は何なのでしょうか。それは文化や娯楽を楽しむことにどれだけの労力を力をエネルギーをつぎ込み、どれだけの時間を費やしているのかということです。あなたがそれらのことに注いでいる力は皆創造主なる神様があなたに注いでくださった命の恵みにの土台の上にあるものではないでしょうか。この土台の上に立つならば大いに楽しむことも良いでしょう。創造主に感謝を持ってです。文化を楽しみ娯楽を楽しむことは決して悪いことではありませんし、ましてや罪ではありません。しかしそこに注ぎ込まれるあなたの時間、体、労力、そして財産が主の恵みに感謝をして主に捧げる物事よりも大きかったらどうでしょうか。それはあなたの偶像となっているのではないでしょうか。素晴らしい日本の文化を心から楽しみたいものです。そしてそれ以上に救い主なる神様との時間はもっと楽しみたいものです。お祈りしましょう。天地万物を創造され私たちに命を吹き入れてくださった主よ、この命の恵みをいただいていることの素晴らしさを私はどれほど喜び楽しんでいることでしょうか。目に映る世の文化や娯楽に心を奪われてあなたよりも優先されていたことをお許しください。どうかあなたの命の恵みに感謝して与えられているものをあなたにお返しするものとしてあなたを礼拝できますように、主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。